ビスを打っておくと、いざこのビスを打つときに、本体に打つときに、止めやすいので。はい、こんにちは。アルブルの辻です。ですね、教室の方で、内窓を完成させてきていて、それを今、いざここが岡分けということで、で今日はまあその取り付けの流れっていうのをちょっとまあお伝えしたいなということで、今来ています。ではまずですね、引き戸から取り付けていこうと思います。引き戸は、おさらいするとここに鴨居ですねの溝 と、この敷居の溝というのが、あるというような形になります。でこれ上下同じように作ってますので、どちらが上でも構わないと。で、まあ、好みによってその、綺麗な方が前に出てくるようにしてもらったらいいと思います。はい、じゃあ早速合わせていきます。で今回、一応僕ら、もう実際に組んだ状態で持ってきました。住んでいらっしゃるところの構造や、やり方によってはもう一個一個ここに合わせて留め付けていくっていうような形でもいいかと思います。今回はまあちょっといろいろ省いて、少し早く終わらせるということで組んで持ってきたという状態ですね。新たに作った窓枠が取り付きましたよと。でこの状態でビスで留めてしまう前に一度その、ここに入る、引き戸を作ったものをちょっと合わせてみて、入るようであればもうこれで固定してしまうというような形にします。一応左の、扉が入った状態ですね。こういう風に敷居と鴨居をちょっとまあこういう風に入れるときに傷つけてしまうときもあるんですけど、あとでそういうところを、補修しましょう。ではですね、こういう形で、2枚きれいに取り付きました。で、このスムーズにその開くかどうかっていうその微調整をその既存の窓枠との間で、できるので、まあ、そういうふうに、まあ、カンナとかがないっていう場合は、微調整してください。で実際に、カンナとかがある場合は実際にこの敷居の溝を削ったりだとか、そうですね、窓枠を実際に少しこう全体の高さを小さくするなどすると入りやすくなると思います。で次は、折戸ですね。引き戸の方が無事ついたので、折戸です。で折戸は、この溝が、なんというかこう手前に溝を持ってきているのでそれに合わせてつけてやるような形で、はめています。一回じゃあまたさっきと同じようにこの枠の状態のままちょっとはめてみようと思います。で入りました。じゃあこれで、折戸を実際にちょっと入れてみようと思います。折戸はここにその PC、回転ピンをつけているので、これこの部分が、稼働する形で反対側の方に、まあ、こういう形で今もう仮につけているんですけれども長板を準備しておいてやって、でこれが、こういう形になるようにつけてやったらいいかなというふうに考えています。で、まあ、長板の大きさにもよるんですけど、まあ、この柱から飛び出ない形につけてやると。でこっち側の間のつなぎ目っていうのは裏側に
留め付けてあります。で、まずはじゃあここを、この長板が幅が出ない形ですね。でちょうどできるだけまあこの溝にこのピンの角が入った時にぴったりになるように長板の出具合を考えてつけてあげるといいかなというふうに考えます。それではですね、実際に、こちら、ビスを留めていこうと思うんですけど、あらかじめ扉にこういうふうにもうビスを打っておくと、いざこのビスを打つ時に、本体に打つ時に、留めやすいので、あらかじめ準備をしておくといいと思います。で、一点気をつけることなんですけど、これこのままあの荷重がかかった状態で留めてしまうと、下を今重力でその下の、レールの上に扉が乗っかっている状態になります。その状態で長板を留めてしまうと開閉するときに下を擦る形になります。だから、もしであれば例えば、そうですね、まあまあ少し上にこう持ち上げた状態で、やってやる、もしくは、下に何かを、薄いものですね、若干挟んで少し浮かせた状態で、この扉を上から留め付けてやるといいかなというふうに思います。ということでちょっと一回定規か何かを下に挟みましょう。場所をあんまり取らないので、普通の扉に比べて出しろが少ないので、まあ、使いやすいかなとは思います。で、PC 回転ピンに関してはこれ何でしょう、一応キャップがついてるんで、今回溝の幅をちょっと広めに設定して回転ピンの、金具ですね、プッシュ式のものが今まあ引っかかっているような形になるんですけど、まあ、遊びが大きいのでそれを任意でまあ入れてもらってもいいと思います。でこういうキャップですね、キャップを、ちょっと一回試しに入れてみましょう。はい、はい、ではですね、ガラスなどが、まあ割れたりして、まあ、どう交換するかという形なんですけど、まあ、この後ろ側にこう潜り込むというのはかなり大変だと思います。なので、ですね、そういう場合はもう一回この長板を抜いてしまいます。扉自体を斜めにすると距離が伸びるのでそのまま引き抜きます。でこういう形で1回取れました。でちょっと回転ピンを、入れてみようと思います。まず片側に入れてこういう形でですね、片側に入れて上に押し込みます。これで入りましたね。でこの状態でで回転ピンの、8ミリが入りましたので、動きが先ほどよりもその遊びがなくなってガタガタしなくなった分、こういう形で、まあ、スムーズになったかと思います。まあ、そのちょっとキャップが擦れる分、音は多少さっきよりもするような感じですね。まあシリコンなどを振ってやるとまた変わってくると思います。はい、で今見てもらうと分かるように、まあ、こうこっちを押すと片方が開くような形で、ちょっと気密性、今回は結構寸法をピタピタに作った形があるので、まあ、その空気の漏れとかも、まあ、少ないんじゃないかなと思います。
ただその時期によってはその膨らんだり、収縮したり、ということが出てくると思うんで、まあ、それもちょっと見ながら、本当はまあもう少しクリアランスを、つけてやるのがいいんですけど、今回はまあできるだけその気密性ということに、重点を置いてちょっと作ってみました。よく襖とかにその蝋引きするその蝋を塗ってやったり、することがあるんですけど、この作った窓の場合も、その蝋を塗る、もしくはこういうシリコンのスプレーがあるので、それをこの敷居かもいに少し振ってやるだけでも変わります。さっきまあちょっと硬い、まあ、ギギギギという印象があったんですけど、まあ、それを振ってやるとこう滑るスムーズに、まあ、なるかと思います。まあ、シリコンもまたその使っていくうちに取れたりしてくるんで、まあ、追加で振ってやったりということで、まあ、あったら、いい道具の一つですね。はい、じゃあ同じようにオレドもちょっと塗ってあげましょう。オレドは、まあ、やっぱりちょっとこの下の部分がどうしても、まあ、自重でするような形がありますので、このレール部分に加えて、まあ、少しこの手前の部分にも少し塗ってやるといいかなと。あと扉の下ですね、擦りそうな部分に。でこのシリコン結構周りに飛び散るとすごい滑りやすいので、自分も滑ってしまいます。なので、あんまり飛び散らないようにもうちょっとこう、そうすることでもうすごいスムーズになります。めっちゃスムーズ。はい、まあこれで締めになるんですけれども、まあ、引き戸と、オレドの、その作り方ですねっていうのと、あとその取り付けの方法、注意点などまで、一連を通してちょっとご説明させていただきました。で、まあ、これを、機に、ちょっとまた小川くんに、まあ、いろいろ使ってもらってですね、その使い心地だったり、その、体感温度だったり、湿度なども含めてちょっとこの後、いろいろ検証してもらおうかなと思います。はい、ということで、ちょっと長いシリーズになりましたけれども、オレドの作り方、引き戸の作り方ということで、お届けしました。で、まあ、ぜひ皆さんもちょっと、まあ、手間はかかるんですけれども、まあ、自分でやってみるっていうことと、作り方が、分かれば直せる。で、直せるという、ことは、長持ちするということ、形になりますので、またぜひ皆さんも、トライしてみてください。ということで、長いシリーズでしたが、どうもありがとうございました。はい、以上です。